そうしてくれないか。あ、お姉さんがライトニングさんですか。なぜ私の名を。黒い服の子に聞いたんです。この曲をやってればライトニングお姉ちゃんが来るよって。ルミナか。そうそう、ルミナちゃんお姉ちゃんなら知ってる曲、そう言ってたな。そうだな、聞き覚えがある。続きを聞かせてくれ何がおかしい。ルミナちゃんが言った通りになったんだ。ライトニングさんはきっと曲の続きを聞きたがる。その時はってね。あいつのことだ。演奏には条件があるんだな。正解。続きを聞きたかったら音楽の鳴る宝箱を探せって。宝箱の鍵は僕が預かってるよ。仕方ない、ルミナの遊びに付き合うかあの曲が街に流れたらスノーが喜ぶだろう。え、この曲大主様に関係あるの。なんで、なんで。それは言えないな。演奏してくれたら教えてもいいが。その手には乗らないよ。条件をクリアしてもらわなくちゃ。じゃ、鍵を渡すね。音楽の鳴る宝箱を全部探したらまた来てよ。少しでも多くのサイドミッション、サイドクエストをクリアしておきたい。夢みたいだな。もう14時か。Thank you.
街中にチョコボガールがいるでしょ。欲しい人には花火をくれるみたいよ。最終親衛隊が全力で解放者を捜索しています。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。楽譜が揃ったぞ。演奏を頼む。ありがとう。じゃあ早速始めようか。お前はこの曲が好きだったな。暗闇に希望を隠されても自分の心を信じよう。夜明けの光を目指そう。そういう歌だ。口ずさむお前の声を今でも覚えてる。なあセラ、好きだったこの曲がお前に届いているだろうか。そっか、大主様の恋人が好きだった曲なんだね。だったらきっと大主様にとっても思い出の曲だよね。ところで題名はなんていうの？題は奇跡だ。気に入ったらこれからも演奏を頼む。スノーの耳に届けばあいつも喜ぶだろう。うん、わかった。僕なんかの演奏が大主様に聞いてもらえるとは思えないけど、奇跡を信じて演奏するよ。よし、よし。ええ。大げさかもしれませんが、彼の音楽は人々を変えるかもしれませんね。世界が滅びるとしても諦めずに奇跡を信じる思いを伝えてくれるかも。ああ、音楽にはそれだけの力があるかもな。あれは明日、間違いなく来ないといけないか、俺は覚えているかどうかは分からない。ないな。戻るか。どこかで素敵な大衆親衛隊が全力で解放者を捜索しています。いるかな。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。他にあるか。